拳にはいろんなもんが乗ってる。俺と赤丸のコンビネーションは誰にも止めらんねえよ。僕は秋道一族16代目。僕の偉大な親の顔にドローに華麗に激しく、あた俺と赤丸のコンビネーション、俺と赤丸のコンビネーション、俺と赤丸のコンビネーション、両天秤の大抜きが相手じゃぜ。リング大盤振る舞いしちゃうわよ。行ってこい。俺と赤丸のコンビネーション7代目見ていてくる。俺と赤丸のコンビネーションは、俺たちの目的はナルトを裏敷から守る。華麗に激しく、僕の偉大な親の顔に僕の意地を見せてあげます。私がオロチ。7代目見ていてください。これ俺と赤丸のコンビネーションは、行ってこい。俺と赤丸のコンビネーション、今の俺は一刻を落とす。ガキの頃とは違うぜ。リング大盤振る舞い、虫の力を見せてやろう。華麗に激しく、僕は秋道一族、僕は秋道一族、わしは誰にも止められぬ。四代目雷影こそ最強だ。砂隠れの手まりだ。私に任せておけ。希望を抱き前に歩く風影。行ってこい。虫の力を見せてやろう。俺と赤丸のコンビネーションは華麗に激しく、私ルールや掟を破るやつはクズだ。7代目見ていてください。7代目見て、両天秤の大抜きが相手じゃぜ。俺と赤丸の最強の傀儡を拝ませてやるじゃん。僕は秋道一族16。行ってこい。お構いなしってやつで OK だよね。皆が憧れる火影の姿っての、伝説の三人が一人、砂手様の弟子春の桜をなめ、僕の偉大な親の顔に、今度はナルト君と同じ歩幅で歩きたいんです。伝説の三人が一人、砂手様の弟子。安心してください、僕がお守りします。負けるわけにはいかねえんだ。7代目
見て、気持ちがちゃんとつながっているから大丈夫。行ってこい。伝説の三人が一人、綱手様の弟子、春の桜を。俺と赤丸のコンビ。七代目、見ていて。何でもやっちゃいますよ。僕の偉大な親の顔に。俺と赤丸のコンビネーションは。虫の力を見せてやろう。なおも高みを目指す。それがヒューガの宿命。七代目、見ていて。安心してください。僕がお守りします。